大戦士アーカイブズ。大戦士アーカイブズは、秋田県大戦士にある私立の公文書館。市町村立としては、東北地方で最初の公文書館である。大戦士では合併、発足後の2007年より、全公文書の保存指示がなされ、2010年度末に大戦士アーカイブ構想が策定されて、以降文書の選別評価や、廃校者を利用した文書保存が実施された。 2013年度に旧大戦史立二場小学校をアーカイブとすることが決まり、2014年度より施設の改修工事が行われた。施設改修は2017年3月に完了し、同年5月3日に開館した。大戦史アーカイブズ条例の第一条に、大戦史の諸活動や歴史的事実の記録である。 公文書等を健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源として主権者である市民が主体的に利用し得るものにすることが大戦士の重要な責務であることから特定歴史公文書等の適切な保存を図りもって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに大選手の有するその諸活動を現在及び将来の市民に説明できるようにする と記されている。ABCD ハス沼マモ東北の市町村発、大戦士アーカイブズ会館から、アーカイブズ第66号、国立公文書館、大戦士アーカイブズ大戦士、大戦士アーカイブズ条例大戦士、ありがとうございます。